ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は以前からずっと噂が出ていた Pixel 3 Lite について、また新たにスペックに関する情報が出ていましたのでご紹介したいと思います。そもそもこの Pixel 3 Lite というスマートフォンは、昨年国内でも発売された Pixel 3の廉価版となるモデルになります。現在噂されているスペックが次の表の通りとなります。参考までに Pixel 3のスペックも右側に記載しています。では、Pixel 3 Lite のスペックですが、CPU は Qualcomm の Snapdragon 670、RAM は 4GB で、ROM は 32GB、ディスプレイは 5.56 インチ、解像度は 2160×1080 ドット、カメラは背面のアウトカメラが1200万画素、前面のインカメラは800万画素、バッテリーは 2915mAh で、OS は Android 9となります。Pixel 3が800万台のスナップドラゴンを搭載していたのに対し、Pixel 3 Lite では600万台となっています。また、ロム容量も 32GB しかなく、Google のスマートフォンとしてはスペックは低めになっています。ただし、CPU やストレージ関係のスペックは低いものの、カメラの画素数は Pixel 3と共通になっています。もし Pixel 3と同等のカメラが搭載されるのであれば、価格にもよりますが、そんなに悪い端末ではないかと思います。また、この Pixel 3 Lite の方は、イヤホン端子も搭載されるとのことですので、あえてワイヤレスイヤホンを購入する必要もなく、周辺機器にもあまりお金をかけなくていいというメリットはあります。気になる価格ですが、現時点で噂されている内容としては、日本円にして5万円前後になるのではと言われています。廉価版とはいえ、スナップドラゴン670を搭載したモデルですので、決して安くはありませんが、妥当なところかと思います。なお、この Pixel 3 Lite が正式に発表されるのが、今年も春に開催される Google のイベントで発表されるのではと言われています。それまでに、またこのモデルについて新しい情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。